ちゃんと育ってるようだ それで話は何だ取引強盗それともダイヤモンドシティへの行き方かい何を持っているか見せてくれああ何でも少しだけある。 おいカーラあ取引か？ダイヤモンドシティへの行き方について何か話してくれたよな。行き方かい。<laughs> やっぱりね。川を越えて地平線が見えるまで進みな町の教会の内側にグレートグリーンジュエルが見える。 約束が違うじゃないかトゥルーディその物品をよこせカビがあるだろうあ,あんたたちみたいに毒を売り捨てる場合にやるものなんてないねいんあんたには関係ないだろう。息子がどうなったか知ってるの俺の顔の前でその銃を振りかざすのをやめないと関係なくはなくなるな分かった分かった落ち着けよ武器を下げるからなクレイジーなことだけはしないでくれ今すぐ金をよこせ全部だいいから落ち着けよな ほらアリガネ全部だ。一体どうしたんだ単純なビジネスの口論だよ。わかったかトゥルーディーが座ってる山積みの物品は、お礼の借りなんだよ。説得しようとしたけど、どうやら力づくでもらわないとダメなようだな。簡単に金を稼ぎたいか手伝ってくれよ。もう一丁銃があると助かる。それか、言い聞かせて、わからせてくれるか手伝ったら払ってもらわないとな。払いたいのは山々だが。 あんたが全部取ったろ覚えてるかこれが終わったらどうにかしようトルーディって誰だ目の前にある食堂が見えるか所有者はトゥルーディだトゥルーディはあそこを小さな店に改造した俺が薬を売ってその代わりにキャップや部品をもらうそれで息子のパトリックが18歳の誕生日を迎えた時にジェットを売ったんだその後さらに売ったその次はもっともっと売った それで今、やつは借金してるジェットジェットって何だ売り上げトップの製品だ。信じられないくらいハイになる。客が言うには動きが速くなるらしい。喧嘩の前に使うといい。多分パトリックはママのスカートの下から出て、タフガイになりたくて買ったんだろう一度やったんならやめられるか大量にジェットを売ってやったんだから。ちゃんと払うという約束は守ってもらうぞ。 見たところ、あちらもジェットを買うべきじゃなかったし、そっちも売るべきじゃなかったな。あのな、今さらそんなこと言われてもムカつく。とにかく、手伝うのか手伝わないのか、どっちだそれで厳密に手伝わなければならない理由は薬を売ってるんだけど、ほら、医薬品のことだよ。体の組織なんかに役に立ったりするんだ。スティームパックなら、傷も数秒で応急処置できる。もちろん。 楽しくなるやつも持ってる。手伝ってくれたら取引しよう信じてくれ。友達になって損はしない。話してみるよ。これでうまくいくかもしれない。感謝するよ。話が進まないようなら、後ろ盾するから。私は用心棒だから。とにかく、怒らせないで。わかったあ,あ,あのドクりと話してたのを見たわ。やつに金はやらない。以上。 なぜだこれは全部どういう経緯なんだあらあの売人から聞かなかった息子をジェット中毒にして大量の薬をつけて売りつけて挙句私に生産させようとしてるあのろくでなしには一キャップたりともやらないあのな奴らに借金があるだろうそれを払えば終わるんだみんな怪我せずに立ちされるわかる笑うわかるただしあのろくでなしには この先息子に行ってきたりともジェットを売らせない。ウルフギャング、聞いた金はあげるけど、二度と息子に薬を売るんじゃないわよ。わかった、トゥルディ。どっちにしろ息子は無一文だからな。さあ、危機は過ぎたわ。バイバイするならカウンターまでおいで。い<や>また営業を開始したわ。あんたのおかげでポケットが軽くなったけどね。何か買って埋め合わせをするってのはどう あとは自分でやれそうかええ薬から離れるのはしばらくかかるだろうけど何とかするわいつもそうだからさあビジネスに戻りましょう何か遠征に必要なものはもちろん見てみるよ全部回収品だけどガラクタではないわ なあ、ネモも,もらってその上誰も打たなくていいなんてよくやったほらよさて持ってる刺激剤全部見せてやろうか一体どんな種類の薬を売ってるんだ入手できるものは何だ人気なのはジェット必要な時に言葉しりを与える例えば誰かに危害を加えたい時なんかになスティムパックはもちろん貴重な商品だ誰でも怪我はするし 時には治療も必要だ。それと、理由は明確だけど、ラッドアウェイはいつでも持ち歩くようにしてる。何でもいいから、選んで試してみろ。製品を知る一番いい方法だ。分かった。見てみよう。ぶっ飛ぶやつがあるよ。